北京東駅は中華人民共和国北京市朝比区にある中国鉄路総工市の駅、北京鉄路局所属の一等駅に設定されている。京高線と総砂線の3路線が乗り入れている。1938年に開業。もともと貨物メインの駅で旅客扱いは少なかった。2012年7月1日に正式に旅客扱いを停止したが、切符売り場は残された。 しかし、2015年1月25日に、同年2月1日から、北京東沿行間の臨時旅客列車が運行されることが発表され、旅客扱いを再開した。同日、聖徳や簡単から折り返す Y511、2、3、4列車の北京都駅に停車するようになった。2015年7月10日には、北京東から、 あざみ県間の快速列車が運行を開始した。そのうち、K7783、7784次列車は、ノンストップで、K7787、7788次列車は、途中遠行駅に停車する。時期は不明だが、通州区新四六区、関島東北側に K 東都市間鉄道の、始発駅になるニ北京東駅を建設する計画が、 ある。島式ホーム一面二線と短式ホーム一面一線の合計二面三線を有する地上駅。その他、島式ホームと短式ホームの間に一線、ホーム南側に八線の側線がある。駅舎は短式ホームと面している。駅周辺の様子あたり駅は北京正務中心区南部に位置している。ありがとうございます。